ちょっと最後にね、待って、はい、体育の兄さんですけども、最後にね、ちょっと車の中でいろいろ、ね、枝やら何やら落としてる最中にですね、車2台ほどね、さっきの廃道の方に案内されてきてましたね。そっか。今も現役ってことになってんだ。あの道、さっき歩ってた道。涙案内されてんでしょ？もういい加減に通れませんよってことにしてあげないとかわいそうよ、ここ。はい、じゃあ以上、北山霊園の奥、もう一回来てみましたでした。お疲れ様でした。